表情を始めましょう。うむ、現在の状況を確認しよう。報告いたします。我らは柴田軍の攻撃を見事に撃退したな。人口もようやく10万人を突破したぞ。じゃが、まだまだこれからじゃ。明智パパンは変化も動きもなし。もしかして、燃え尽き症候群？秀吉は上市場を失って順位を落としておる。それに雑賀衆がたびたび洲本城に攻め寄せてきて、手を焼いているようじゃ。我らにとってはチャンスじゃな。鬼柴田は変化なし。前回、3カ所に出兵したようじゃが、どれも撃退されて多くの兵を失っておる。このまま領土を広げられないようだと、自利品になるかもしれぬな。信勝は飛騨の名族様を滅亡に追いやり、東京を維持しておる。柴田軍も撃退し、盤石の体制を作りつつあるな。恐るべし。さあ、出るとするか。はい、始めましょうか。アガペイ忠興、始めるよ。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。この隅状に水田を作りましょう。お米は国の根幹ですよ。さらに養老湖を建設。ほほう。収穫が1200も増えるんですか。美味しいです。よしよし、ヤグーさんを迎えられそうですね。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。早速、迎えの使者を出しましょう。次は明石影近さんに声をかけてみましょう。進出進出。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。武田城に二の丸を作りましょう。この隅城所属の陣所を作りましょう。雄三寺さん、グッドゲーム。おお、明智パパンが池田に攻めかかってますよ。播磨の秀吉軍が機内に向かってますね。これはチャンスかもしれません。弓木城からは清水から5500を率いて出陣。鳥取城に圧力をかけてみましょう。出るとするか。武部山から稲富さん2300を出陣。出陣します。姫路城に向かってもらいましょう。これほど必要としてくださるとは。喜んで忠興様の力になりましょう。うむ、息子に野宮新影流を伝授してもらおうかのう。この隅城からガラシャタン4400を出陣。国道312号線に乗って、姫路城に向かってもらいましょう。戦場で、華麗に舞いましょう。さらに武田城からバカ弟2400を出陣。姫路城に向かってもらいましょう。戦場へ参る。表情を始めましょう。報告いたす。
先月の収支です。報告いたす。ぐぬぬぬぬ、5500の兵では鳥取城は落ちぬと見ておるようじゃな。とりあえず包囲完全でも囲んでしまいましょう。やるとするか。やはりこの部隊は姫路城に救援に向かうようです。石山ごぼうのあたりがすごいことになってますね。でもこれなら明智パパンは池田を攻略できそうですね。この隅城に武家町を建設しましょう。弓木城も進出しましょう。調子に乗って進出してたので砂鉄を取り込めませんでした。がっくし。必要忠誠が高いヤグーさんを新山州に任命します。ヘッドハンティング即役員ですよ。出陣するぞ。敵を追い詰めるぞ。よし、姫路城攻略を始めましょう。進め。大筒陣地を作りましょう。始めます。わははは、見たまえ、門が神のようだ。城門を破壊しました。これで決めます。逃げるなら今のうちよ。いざ通常に勝負。行くぞ。不甲斐ない。終わってください。皆の命を私に預けてください。城門を破壊しました。アン姫、出番です。もう諦めてください。そして逃げられないように三幸くんに足止めをしてもらいましょう。決着つけようではないか。いざ覚悟を決めよう。じゃあトラガリー、策で貴様らを殲滅する。じゃあ先方を打ち消された。この一撃は全てを込める。正々堂々勝負しなさい。退却せよ。こんな日もある。敵城門突破しました。ぐぬぬ、上場か。表情を始めましょう。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。
とりあえず、鳥取城はわしがキープってことで。進出進出。じゃ、再戦。行くぞ。なん、だと。あ、ありのまま今起こったことを話すぜ。俺は本丸で戦っていたと思ったらいつの間にか外にいた。な、何を言ってるのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった。頭がどうにかなりそうだった。催眠術だとか超スピードだとか、そんなチャチなもんじゃ断じてねえ。もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。きゃあ、援軍来たー。あなたに見切れますか。参るぞ。じゃあ、本丸で待ってたー。ああ、やってやる。やってやるよ。これが我が魂、我が覚悟。これで決めます。つけようではないか。シュー、あなたに見切れますか。敵なし。敵将、捕獲した。尊い犠牲だった。表情で回線キャンセルするんじゃなかった。じゃ、稲富さん、鳥取城まで来てー。え、兵力の半分が失われて1000以下ですよ。だから何、その足に本は飾りなの。すぐ大砲設置に来なさい。今回のブラックノルマ達成。もうやだ、転職したい。若弟は帰ってもらいましょう。ガラシャタンは姫路城の守りについてもらいましょう。二人が転職に応じてくれるようです。100分の1殿様、なんとか我が社の評価制度で評価される能力ですね。これなら、修正は大丈夫かな。残りはお帰りいただきましょう。ご命令ください。報告しますね、報告しますね。これが先月の収支ですね、報告しますね。姫路城の城代は安姫にお願いしましょう。一徹さん、二条御所の場所、わかってます。あわわわわ、いつの間にか二条御所がピンチではないか。残念ながら、二条御所に援軍を出す余裕はないな。敵方にあった方が都合がいいし。え？いや、なんでもないぞ。大垣は信勝が勝ちそうですね。転職に応じてくれた二人は我が社に馴染めそうですね。よかった。では、杉原さんは武田城に行ってもらいましょう。そして、バカ弟を姫路城に移動しましょう。
この隅状に水田を作りましょう。弓木城の最後の区画に寺町を作りましょう。よし、やっと稲富さんが来たな。海鮮じゃー。進め。かしこまりました。かかれ。引くぞ。早速ですが、大筒陣地を作ってもらいましょう。かかれ。始めます。我らの攻め、あえて見せよ。敵城門突破しました。見せてやろう。やるとすれば退却せよ。かかれ。一撃、全てを込める。やるさ。敵城門突破しました。敵城門突破しました。これで終わりだな。ぐぬぬぬ。また門の外に追いやられると困るので、今回は続行しましょう。負ける気がしないな。よっしゃー、鳥取城ゲットー。稲富さんは帰っていいですよ。お疲れ様でした。戻れ。稲富さんの大筒陣地は役に立ちますね。これは特別ボーナスの予感。戦国時代にボーナスはないだろ。いい加減にしろ。もうやだ、定職したい。おや、明智パパン、二条五所を守りきれそうですね。残念だ。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。早速、アン姫に姫路城の修復をしてもらいましょう。鳥取城の城代は矢宮さんにお願いしましょう。姫路城を守る陣所を作っておきましょう。進出進出。と、言ったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。敵が我が領内に向かっております。
が城内に侵入しました。逃げるなら今のうちよ。皆、覚悟を決めよう。次回、火だね。お楽しみに。